それでは引き続き新夕張から今度は普通列車で、南千歳まで向かいます。時刻表、札幌南千歳方面の6時42分発ですね。これに乗って今度は南千歳まで行きます。今から乗るのがこの列車です。今日は日曜日ですけど、日曜の夕方で乗客は誰もいないですね。私だけですね。一応ここに席を取りましたけれども、お客さん誰もいないのでのんびり貸し切り列車の旅をしようかな。あと発車まで3分ぐらいかな。ここからだいたい1時間ぐらいで南千歳に着きますので、そこまで行って今度は、室蘭本線で、苫小牧方面に向かって今日は東室蘭まで行きます。東室蘭に着くのが最終的に夜10時ぐらいになりますけど、さすがにもうそこから長万部方面には抜けられないので、今日は室蘭に泊まりです。室蘭泊まって明日、朝ごはんをゆっくり食べて、それから長万部経由で函館まで向かう予定になっています。